はい、ゆくひろさんはダイスは7で、はい、10は、さあ林さんが先行を取るでしょうか。さあゆくひろさん、ゆくひろ選手の初手だけ見えたんですけど、ほぼ完璧ですね、うん、ドローサポート、フォースオーウィル、神ジェイス、うん、シアン先ブレと、うん、これ多分慣れてないとやっぱドロー呪文の打つ順番とかも難しいんですよね、僕はちょっとそこまでミラクルには精通してないので、はい、先ブレが入るまでは結構やってたんですけど、先ブレあのコマがなくなると同時にあんまりやらなくなっちゃって、はい、さあここはシアンでまずは3枚見ます。まあまたねちょっとこの対戦相手のデッキの情報がほぼない状態で、はい、どう積み込むかっていうのも難しいですからね。さあ一回置こうとしましたがもう一度考え直しか、まあ、とりあえずはフォースオービルがピッチで打てるので、対戦相手がコンボデッキだった場合は一回弾くことができそうですが、ここはシャッフルを選びました。はい、後にワンドローさあターンを返します。そうですね、ゆくひろ選手は奇跡に見えますが、林選手は4色、名前が出てこない、レオボルトとかなんか、いや違うんですよ、4色、4色なんだっけ、あれ4から 4C 名前が出てこない、どうするしまった。さあ 4C まで出てきます。ブタコフ選手がデッキガイドを書いてくれてたやつなんですけど、多分あ、まあ、けど分かんないですね、ちょっと沼とバットランドスタートなんでちょっと違うかもしれない、4色ではないかもしれない、あ、けど精鋭の騎士が見えたんで、おそらく、あ、すみません、アグロローム、フォーシーロームか、フォーシーロームと呼ばれるチャリスがメインに入ってたり、モックスダイヤモンドが入ってたり、あとはベールのリリアナ、ローム、いや、アグロ、フォーシーロームですね、多分ちょっと呼び方難しいですけど、浄土からの生命を、あとは罰する日とか、うん、緑のタイヤの頂点が少しだけ入ってたりとか、さあここは先ブレをプレー、ゆくひろ選手は GP 静岡も含めてかなりレガシーはやり込んでて、今回ミラクルも使えるだけの自信があると、やっぱりミラクルってどうしても強いのはもう皆さんご存知の通りだと思うんですけど、やっぱりその分難しいと評判のデッキでもあるんで、なかなか使うのは勇気がいるんですね。僕も大会リアルではちょっと使う気にならないぐらいまだまだ全然極めてないので、ちょっとマルチエッサが入ってるかどうかは分からないです。あれはあそこは結構人によりよりけりかなと思うので、さあここはリリアナをプレイしていきます。さあここはフォースオブウィルでピッチスペルで打ち消します、まあ、林選手も相手がもう明らかに基本地形2枚スタートからなんで、最近はバックトゥベーシック基本に帰るがメインに入っていることも多いんで、おそらくフェッチでそれを意識して森と沼は揃えてるんじゃないかと思います。森と沼さえあれば水火と暗殺者の戦利品がそれなりの枚数入ってるデッキなので、はい、最終的に壊すことも、まあ、早速手札にもありそうですね。戦利品とバッスル機と精鋭の騎士ですから、林選手の手札はそうですね、奇跡の大きな課題としてやっぱり制限時間内に勝ち切るのも難しいで、はい、もう盤面は完全にさばいてジェイスもあるんだけど時間内に勝てないってのはよくあることなので、いかに時間内に勝ち切るプレイングができるかという、そうですね、なので個人的にもし奇跡を使うんだったらもうメインに総員の同士が入った形、はい、時間も考えてそっちの形の方がいいかなと思ってましたが、どんどんトークンを生成しかかんで殴り切ってしまうというプラン、うん、もう結構エモーだと何でも使いますね、その何でも使っとかないと選択肢がないんで、はい、やっぱ練習してないデッキで大会に出ることはないので、うん、お、これはいいトップデッキ、最高のトップデッキですね。はい、ここでジェイス今4枚目の土地をちょうど引いて、はい、戦利品でここは対処されてしまいます、まあ、その間にも、ね、闇の腹心が対抗呪文に打ち消されたりなどありましたが、
これけど今フォースオビル当てるかなと思ったんですけど、多分フォースオビルとブレインストームだった気がするんですが、守りませんでしたね。いや、おそらくそ2万フォースオビルありましたね。打っても全然おかしくないかなと思ったんですけどね。まあ、それよりも相手の脅威をに当てることを選んだのか。さあここでターンを返します。まあただここまでのゲーム展開としてはゆくいろ選手の方がペースを掴んでる感じはしますね。林選手は未だに脅威を展開できてなくて、ゆくいろ選手はもうここから要所要所弾いていくだけでいいの で手札の質的にもそれは問題ないかなと、はい。さあここで緑の頂点。さあただこれは多分ガドック通ったらガドックを持ってくるんで、これは通さない方が良さそうですね。ゆくいろ選手も通った時にちょっと多分ね、ゆくいろ選手角度的に顔が笑ってるというか、今考えてる顔に見えるんですけど、何入ってたかなって言ってたように見えました。うん、ちょっと序盤の展開次第かなって気がしますけど、サイドにはチョークとかもあるんで、その島を縛るような。さあガドックができました。ゆくいろ選手今の手札は、ガドックに対処できないですけど、多分先ほどのブレインストームで瞬章を積んでたんで、はい、これで墓地に除去があるんで、まあ、ガドックは問題ないと。さあクリーチャーでない呪文を縛りに行きます。まあ、今手札はガドックのせいで使用できないカードが多いんですけど、ガドックはどかせることができるので、はい、はい、ここで聖の騎士。さあ林選手クリチャー2体展開し、さあゆくひろ選手どう受けるか。まあ、いずれにせよちょっとガドックはどけておかないとその後困りそうな気はしますけどね。はい、ここでブレインストーム、まあ、ギリギリっていうところですね。ちょっと土地が多かったら嫌な感じですが、フェッチもあってシャッフルもできるので。はい、ここで春書の魔導士をプレイ。さあ剣をスキニオ、そうですね、ちょっとアーキータイプが出てないんですけど、ゆくいろ選手は青白奇跡。今のところはもうゆくいろ選手がかなり有利、かなりは言い過ぎです、ごめんなさい、ちょっと有利ぐらいですね。いや五分か、ここで展開次第ですけど、このターンをどうするかですね。このターン全体除去を打ってしまうと完全にイーブン。手札たまな闇の腹心が出てきて、ゆくいろ選手もかなり消費することになるんで、まあでもここを我慢したこの判断がどう出るか。さあ聖の騎士で殴りに行きます。まあ、今光ってますが、場に立っているカードはゆくいろさん側は春書の魔導士です。さっきのあれですね、単純に春章で使ったんで追放だよと、僕も結構やっちゃいがちなんですけど、地味ながら細かいテクニックとして、自分が攻撃した後にダメージが解決した後に聖域の騎士を戦闘中にアンタップすると、攻撃したのにまた能力が使えると、メイズオブイスっていう土地があるんですけど、あの土地と聖域の騎士を組み合わせると、攻撃しながらちゃんと聖域の騎士も能力も使えるという細かいテクニック。そういった細かいテクニックが出るのがこういったレガシーのフォーマットですよね。そうですね、もう本当に自分のデッキには多分たくさんあるんで、そういったテクニックが、それをもう全てちゃんと把握しておくことが。さあここでシュプリームバーディクト、林選手手札に罰する日があるんで、はい、これで手札にある罰する日を
モエヤナギと組み合わせて何度も使えるように、うん、ちょっと今マナの総数自体は少ないですけど、そのうち複数回使えるようになるんで、はい、もっともっとマナが貯まれば一旦ジェイスを即座に撃ち落としたりといったことも可能になりますね。さあただこの闇の腹心に対してユグラ選手はリソースを使ってフォースオブウィルをフォースオブリュー追放して打ち消しに行きます。さあユクイロ選手は今回は勝ち手段を探しにドローサポートを使って、うん、はい、ここでシアンフラッシュバック。さあメンターはありましたね。メンター、ツルギオスキーにスペルピアスという3枚、うん、まあ、ちょっとねシャッフル手段もないんで、これを総員の同士は多分結構欲しい寄りだと思うんですけど、総員の同士を、取るということは他の2枚も取ることになるので、うん、この辺がちょっと難しいですよね。メイズオブイス多分綴りも大丈夫です、合ってます、うん、そうですね、警戒としても使います。自分のクリチャー殴ってダメージ後にまだ、カードを使うタイミングがあるので。さあここで春章の魔道士を対処していきます。ちょっとね今総員の動詞を受けてゆくいろ選手はポンダを解決したので、ちょっと罰する日はうーんといった感じじゃないかなと。ちょっとメンタープランを考えてたゆくいろ選手としては若干嫌な感じ。うん、そうです。この萌柳の小立ちとバッスルヒの相性がいいわけです、まあ、これはモダンではもう禁止にされている組み合わせですけど、バッスルヒが禁止カードに指定されているのはこの組み合わせがあるからです。無限にダメージが刻める、はい、さあベールのリリアナをプレイ。これもね地味なんですけど、バッスルヒとプラス1の能力の相性がいい、自分だけディスカードがないような状態。ただまあゆくいろ選手これリリアナに関しては、議会の評決があるので、はい、即座に対応することができます。ただバッスルヒロックもあるんで、ちょっとねなかなか次もスペルピアスといらないカードなので、そうですね、ちょっと今相手のバッスルヒ、林選手のバッスルヒを見ながらここのリリアナで捨てるカードを考えてますね、うん、果たしてこの総員の動詞プランはうまくいくのか。いやバッスルヒは個人的には結構解禁しちゃダメランキング上位ですね。クリーチャーデッキがマジで存続できなくなるレベルに強いんで、ひたすら2点を与え続けて盤面が綺麗になってしまうと。僕シアンあんま好きじゃないんで、そのままでもいいかなという雑なやつですね。まあただそのまま再録するとモダンで使えちゃうんで、まあ2マナとかになっちゃいますかね、やっぱり。さあここはバッスルヒを捨て、はい、議会の評決で投票されて、はい、リリアナは追放されます。さあバッスルヒ、まあうん、ちょっとコマがないんで総裁だと完全に抑えきるのは難しいですが、まあ、それこそ気温に帰れとかが入っているともう相手の土地を全て封殺できるんで、そういうカードが入ってるかどうかですね、まあ、総裁で要所をさばいて一旦防ぐと結構変わる状況ってあるんで、ジェイスがその間に中性値が逃げたりとか、そういうの同士で一気にトークンを広げたりとかすると全然変わることもあるんで、そういうカードですね。基本的にはエンチャントが一番いい、それかあれですね、天使への願いみたいな大味なカードで、はい、だったら返せると思います。ただそういったちょっと特殊なカードがないと跳ね返すのは難しいと思いますね、メインボードでは。さあ能動的にアグレッシブに林さんは動いていきます。さあ育弘健選手ブレインストームでカードを引きに行きます。ここでね先ブレが引けたんで、ちょっとシャッフル手段がない状態でこの状態でブレイン打つと詰んでしまうんで、シャッフル引いて確実にできるまで待ちましたね。さあライフはまだお互い14対19。バッスル比減り方自体はすごく緩やかですからね、1回につき1点ずつ、1点回復して2点打ち込まれるってことですか。そうですね、都合1点ということですね、うん。
さあしかし2枚やるとバカにできない。さあバッスルヒで着実にダメージを与えていきます。サライファ12対19と。林選手今水尾を引けたんで、まあ、気温に帰れみたいなカードが出てきてもとりあえずは大丈夫ですね。さあゆくいろ選手はここでどれだけトークンが増やせるか。はい、総員の同士。はい、ここで先ブレ、うん、さあバッスルヒ当てていきます。さあここはどうでしょう。まあ、何かしら対応はしそうですけどね、ちょっとどういくか。さあここは兆候を要します。さあウィーフォースオブウィルを、はい、もうメンタープランでいきましたね。そうですね、はい、フォースオブウィルと先ブレ。さあとりあえず一発目が打ち消されて、今総員の同士の1回目の能力と先ぶれを解決していいですかと、うん、さあここでゆくよ選手はもうオールインに近い形、はい、さあ呪文貫きをプレイ。今トークンがこれで合計3体施策に乗ってるんで、はい、まあ、次のターンメンターともう1匹、これもう1回呪文取られたいですけどね、うん、うわちょっと微妙な3枚スペルはあったんですけど、うん、本当に微妙でした。林選手がエンドに1回回、回収してメインで2回打てるんで、3枚のラインナップが剣をスキニ、はい、と、ターミナスと土地、週末ですね、と土地。あでもなんかスロートリップなんで先ブレなんでドローが次のアップキープなんで先に林選手のバッスルヒが飛んできちゃうんで、うん、もう単純に弱すぎますね、うん、スロートリップじゃなかったらちょっと使える呪文っていうだけで手札に入れることを検討したかもしれませんが、うん、アップキープどうぞと。さあゆくいろ選手は先ブレでドローして、林選手は通常ドローで。さあモックスダイヤモンド、トークンはジェイコブ・ウィルソン、アメリカ、あカナダから、カナダかアメリカのトッププレイヤーです。うーん、プロツアー準優勝とかモダンのプロツアー準優勝が、最高成績ですかね。はい、ここでさあバッスル火を遠くに当てていきます、うん、なかなかちょっと入らないですね、ダメージが。メイズオブイースもあるんで、いやモックスダイヤモンド今はもう追加コストみたいな形なんで、捨てないとそもそも出す場に出ないみたいな扱いです。ちょっと場に出ないという唱えられないか場に出れないか忘れましたが、お総裁、ここで総裁。ただ林選手はしっかり水尾ももう引き込んでいるので、うん、このメンタートークンの能力にスタックでバッスルヒ、ちょっとこれは総裁だと難しそうですね。押し返すのがですか。そうですね、やっぱり駒がないとずっとトップを2にしておけないんで、うん、駒があった時はずっと2にしておけば、うん、もう2を封殺できるっていう。そうですね、相手がもうバッスルヒを唱えるタイミングすらないみたいな状態にできたんですけど、さあこれで林選手は手札に整備もあるんでもう全然気にしないですね、最悪もう割りたい時に割ればいいですし。さあ総裁は着地しましたよと、うん、
さあ、ゆくひろ選手、一応今のドロー自体嬉しかったですね。プレディクト予報予報で今、トップがめくれて、これで確実に 100% 当たる状態で打てるんで、はい、で2枚めくれましたよ。おしかも次も予報強い。これはちょっと林選手があの、まあ、多分ですけど気温に帰れの方を警戒して、まあ、今総裁は特に問題じゃないし、はい、我慢してるんだと思うんですけど、まあ、ちょっとそれをゆくひろ選手がちょうどドローが都合が良くてうまく利用できてる、まあ、噛み合ったわけですね。予報と総裁はやっぱもう非常に相性がいいですからね。予報も普通に使うとなかなか当てられないんですけど、ブレインストームとか総裁とかでトップを見てる状態だと 100% 当てられる。さあここで水尾で、まあ、ここもゆくひろ選手としてはとりあえずトップを公開しておくだけでも予報が確実に当たるんで、はい、さあ島天使がただ、まあ、最近は入ってないリストの方が多いんで、天使への願い、もう昔は青白奇跡のフィニッシャーとしてはおなじみでしたけど、はい、最近は入ってないリストか、まあ、1枚だけ入ってるか、入ってないリストの方が比較的多いかなと。奇跡で天使トークンをわらわらと出せるような、そうですね、奇跡コストが白白 X、 さあ予報で島ということで、まあ、簡単な予報で2ドローしていきます。もう予報って嘘つきですよね。嘘です、ね、知ってるやんね結果論ですね見てたやんっていう。さあシアンでまたも掘り進めていきます。まあ、最近だとおなじみの形には見えますけど、そのアンドレ・クネオ選手ってアメリカの強豪が、先月か先々月にレガシーグランプリ優勝したリストはメインに気温2カエルが2枚入ってたんで、その形だとすると気温2カエルを引いた瞬間もう林選手のデッキ壊せるカードあと1枚か2枚しか入ってないと思うんで、もう水味も、暗殺者の戦利品も1枚ずつ使って、はい、大体合計3枚だと思うんで、基本2カエルが入ってるとしたらそれを引き込んだ瞬間ゆきろ選手が圧倒的に有利になります。さあ入っているのかどうか、ゲームを続けてる以上入ってる気がしますけどね。このままダラダラしてて勝ち目がないんだったらあんまり続ける意味がないので、ありそうですか、バックトゥーベーシックは。あ、いやちょっと見えない、なさそうな感じがしましたが、ジェイス総裁、ただあのロックが破れない以上もうこれだけマナが伸びちゃうとジェイスもすぐプラスしたところで死んじゃうんで、どうですかね、勝ち切れるのか。あ、そうですね、確かにボルカニックアイランドが入ってるということはメインはないんじゃないかというご指摘がありましたけど、確かにその通りかもしれないですね。アンドレ選手はもう純正2色だった気がするので確かになさそうかな。なのでゆくひろ選手の次なる狙いとしてはもうドローを連打してメンターで、まあ、なかなか難しそうですけどね、もうかなり使い切ってますし。サブレインストームをプレイします。まあ、このゲームを見てもらったらもう一目瞭然なように罰する日がいかにやばいかという、プレインズウォーカーさえ許さないってのがやっぱり良くない。クリーチャーもそうなんですけども、プレインズウォーカーさえ勝ち筋にならない、それが、バスルヒ自体が勝ち手段になるのも非常に良くないので、相手の勝ち手段もプレインズウォーカークリーチャーも封殺しちゃうし、自分も勝つ手段があっちゃうという。そうですね、もう強すぎる、マナさえあれば無敵の。ボルカは多分パイロブラストだと思います、サイドボードの。さあリディアナをプレイしていきます。さあウエストランドで土地を破壊する。
さあこちらしっかりと議会の評決でリリアナ追放、私も総裁プレイします。そうですね、同型でレッドエレメンタルブラストとパイロブラストの有無はすごい差ですからね。ジェイスの殺しやすさが全く違うんで、僕は結構入ってる方が好きですけど、入ってる方がやっぱプレイが簡単なんで。さあもうゆくいろ選手、先ほどまでライフたくさんあったように見えたんですけど、はい、あっという間に8まで。さあ勝ち切れるのか、ちょっとライブラリの内容的にも厳しそうですね。はい、ということでここは投了、林達也選手が1本取りました。罰する日、恐ろしい、恐ろしいですね。ちなみにこのメイン戦でいうと、この青白奇跡とアグロローム、はい、その有利不利っていうのはどっちにつくんですかね。まあ、ちょっとゆくいろ選手のリストを見た感じ、罰する日メインは全く触れなかったんで、総裁だけみたいな感じだったんで、あの形だと林選手の方が有利だったかなと思います。そのまあ基本に帰るとかがあって、最後基本に帰る引けばみたいな状態だとしたら、ゆくいろ選手も目があったんですけど、はい、ちょっともうデッキに入ってなかったんで、最後はほとんど勝ち目なかったかなと思いますね。さあそこでサイドボード、4色ローマーといろんなカードがちょっとずつ入ってるんで、対策する側としてというか対戦相手としてはちょっとやりづらいなという、いつもやってて思いますね。結局大事なのはボブとかリリアナとか、はい、そういう太いところというか要所になるところを潰す方が早いのかなと思うんですけど、ただライフ・フロム・ザ・ロームプラスウエストランドとか、はい、モエアナギの子たちプラスバスルヒとか、いろんな技を使って攻めてくるので、攻めがすごく多角的なんですよね。まあ、4色ある分そういったいろんな手段があるわけですね。まあ、あとサイドにチョーク窒息っていうエンチャントがあるんですけど、それが入ってることもありますし、そうすると相手の青マナも、そうですね、もう奇跡は通っちゃうと致命傷なので、あとはシルバンライブラリー、プレインズウォーカーと本当にありとあらゆる手段を使って攻めていく。右に出てるこちらがチョークですね。島はアンタップしないよと。そう、さっきちょうどデュエルファイター陣読んでて思ったんですけど、はい、まあ、昔のカード色対策カードふんだんに使ってて結構えげつないなと思いましたね。あまあ、窒息もそのうちの一つなんですけど、はい、島全部アンタップしないって何を考えてんのかよく作りましたねと思うぐらい強いんですけど、本当青になんかされたんじゃないかぐらいの。そうですね、地染めの月じゃなくて基本に帰るなのはフェッチが使えるかどうかってのはかなり大きいと思います。基本地染めの月だと置いちゃうとそれ以降フェッチがもう一切使えなくなるんですよ、はい、それだとあのブレインストームとか、ジェイスのプラスゼロ能力とかの威力が落ちちゃってちょっと自分の首も絞めちゃうみたいなところがあるんで、まあ、あとそのバックトゥーベーシックの方が最初に置きやすい、はい、地染めの月はしましま平地青赤ランドからじゃないと置けないんですよ。でそれ要するに4枚揃えた上で置かないといけないんで、はい、ちょっとハードルが高いんですよ。その点バックトゥーベーシックだとフェッチランドさえあればいいんで、はい、だいぶその置く際の前提条件が低いというか、月だとある程度ちょっと準備が必要なんですね。そうですね、だからその間に相手が呪文唱えてきて困ってしまったりとか、さあゆくいろ選手ちょっと土地が少なそうというかもう1枚しかなさそうですけど、ドローが大量にあるんで、はい、もう問題なくキープできる。ここはシアンでカードを見ていきます。もうシャッフルしなかったんで土地も問題なさそうですね、さあ2枚目の土地を置いてここを総裁、さあただ林選手基本地形もバッチリ引き込めているんで、とりあえずまず基本に帰ればしばらく困ることがないですし、まあ、この構えだと割れそうですけどね。まあそうですね、対抗呪文いず何っていう話ではありますね。確かに対抗呪文何を考えて作ったんですかっていう、ね、サコパポーテント先ブレ、
とね、僕はポーテント型は本当にあんまり使ったことがないんですけど、やっぱスロートリップはなかなか使い方が難しいなと。うーん、相手のターンにドローができるカードはスロートリップって言われるんですけど、対戦相手のターンにドローができるから奇跡と相性がいいんですよね。ミラクル本来だと自分のターンに引いてしまうと誘発しないんですけど、はい、まあ、ただあの土地が欲しい時とかやっぱりこの今まさにそうですけどラグったりするんで、はい、ここは魔術塔メガネ。さあ今引っかかるカードはないですね。予報予報ブレインブレイン展開の粛清平地。うん、さあまあここは指定はまあジェイスでしょう。さあここでウェイストランドをプレイしていきます。さあ闇の腹心、まあ、これは展開の粛清があるんで特に問題はないです。うん、さあブレインストームをプレイしました。まあ、先に予報を打ってからですかね。予報を打って点、メインで展開の粛清、逆でもいいか、順番はどっちでもいいですね。予報が次の方がいいか。さあどうしようかと迷いましたが、やっぱ難しいですね、こうやってみると。本当ですね、ドローを打つ順番とかもなかなか。はい、展開の粛清で闇の腹心は追放します。さあここで先ぶれ。そうですね、最近はサイドに 1,2 枚入ってることが展開の粛清多いらしいです。さあアップキープ、はい、ポーテントのドローが入りました。うん、さあこのままターンを返します。はい、もう終わったからこっち行ってねっていう。いや難しいんですね、ウィルはちょっとは残してると思います。本当にその要所を弾くっていうのは結構大事なんで、リリアナ、まあ、特にリリアナが一番致命的だと思いますけど、なんかフェアには弱いからウィルは抜くっていうのは昔常識の一つだったんですけど、はい、昔と違ってプレーンズウォーカーが増えてるからちょっと変わってきたんじゃないかなという印象を受けてますね。昔は本当にもうフェア相手だったらウィルって基本的にピッチで打つと2枚対1枚の交換になるんで、はい、基本的に損するからあんま強くないと。ただそれは出てきたパーマネントがその程度のパーマネントだったからっていうのはちょっとあるのかなと。今プレインズウォーカーだともう本当に1体でゲーム決めちゃうんで、じゃあ2枚こっちは1枚損しても、ね、もう使うだけの、そう、十分それだけの価値があるんで、ちょっと昔とは変わってきたんじゃないかなという。そうですね、ちょっと時間が足りるかは怪しい気はします。ゆくいろ選手が2本目を取った場合は3本目はちょっと時間が厳しいかもしれないです。まあ、それこそ窒息とかもそうですしね。うん、サージカルがゆくいろさんの手にはあります。もうだいぶゆくいろ選手も手札自体はかなり強いんで、うん、あとは時間との戦いといったところになるでしょうか。さあリリアナ、先ほど言っていた致命的になりうる、本当にこれぐらいのカードはもう十分ウィルを、はい、ウィルがないと死にますからね。さあ呪文ハメを追放してウィルで打ち消しました。そうですね、4残してるかは分かんないですけど、最近は昔ほど抜かなくなったなっていうのをやってて自分で思いました。昔はもう本当よく4枚抜いてたんですけど、最近はどの相手にも2枚残したりするし、昔4枚の、抜いてた相手にも多めに残したりとか、あの最後の望みリリアナとかも、はい、あれも奥義絶対1枚で勝っちゃうんで、勝っちゃいますね、ゾンビがもう倍々でどんどん増えてちゃいますからね。バッスルバッスルバッスル、そんなに罰しなくても。
はい、ということで水尾、まあ、ライブラリー見た感じ5マナのニッサと窒息とかですかね、サイドボードっぽいカードは。うーん、もう窒息を抜けるってのは非常にでかいですね。あ、窒息じゃない、水尾、水尾を抜いたことで必殺の、はい、ね、ということでバックトゥーベーシックが決まったというわけですね。まあ、多分残り時間も考慮してってのはあると思います、はい、このままだらだら続けてユケロ選手の勝ち手段を見るとかしてもうちょっと時間が足りなくなっちゃうので、はい、もう今現時点で残り時間13分なの で、ね、13分今切ったところですね。いや、最後の望みリリアナはすごいですね。あれは3マナのプレインズウォーカーってそもそもあんまり数がないんですけど、はい、あいつは結構結構すごいですね。やり手ですよね。本当ハレルヤコンバットの動画で、まあ、その最後の望みリリアナ、あのペトロ君と、はい、カルカノの、はい、カルカノの試合で強かったなっていうイメージ本当ありますからね。今朝も忍者デッキでリリアナの奥義だけで勝ってきましたね。忍者とは3ターン目リリアナカウンターカウンターカウンターありがとうございました。いや、やっぱ忍者は姿を現さないですねなかなかお目にかかれない。お目にかかれない。そうですね、スタンダードでも本当に1枚で勝つ、うん、プレインズウォーカーって下の環境になればなるほど死にづらいという、クリーチャーがあんまり使われてなくて、うん、プレインズウォーカーっていう存在そのものがそもそも意識されてなかったりで、はい、さあもう残り時間も少ないのでお互いちょっと急ぎ目のサイドボード、はい、さあ6回戦のレガシー3ゲーム目です。ゆきろけんさん対林達也選手、レガシーは回収するクリーチャーもやっぱ強いですからね、うん、フクロウとか春章の魔導士とかあと忍者とか、はい、いや本当それを本当津村さんねコラコマでめっちゃそうですね回収してた時なんだこの動きはリリアナ絡むと本当に無限のように感じますから、ね、途切れない途切れない。さあちょっと林選手が7枚でキープしたのに対しゆくいろ選手はダブルマリガン、うん、戦術はボトム、はい、ここは先ブレ。いや、リリアナ全部強いはちょっと言い過ぎかもしれないです。いろいろありましたからね、リリアナにも。今ゾンビリリアナもいますもんね。あ、そうですね、 4、はい、4マナ、あれ、 あれは4マナか。さあ来ました虚空の杯 X1、 これもね本当にもうめちゃくちゃ効きますからね。まあ青白奇跡って今もうキャントリップの塊みたいな、はい、十数枚最低先ぶれまで入れて10枚以上入っててなおかつソードトゥープロシャスもあるんで、うん、でも3分の1近くがもう機能不全に落ちる。そうですね、怪獣とか爆薬とか特殊なカードを使わないと破壊できないですし、うん、さあ遠目がね、あ、もう絶望的ですね。そうか、サイドが外科的適質も増えてるんでかなり枚数増えてて、今しかもメガネを総裁でカウンターしようとした時にトップがまた1マナのカードだったという、うん、ソープロでしたね。さあ総員の同士をプレイしていきます。さあドライアドの東谷、林選手ここで待望の色マナですね。ちょっとさっきまで実は色マナが全然なかったんですけど、ここで色マナを引き込んで一気に警戒に動いていけそうです。はい、闇の腹心。さあウエストランド、はい、土地を攻めていきます。まあ、一見今手札も全部知ってるんで意味がなさそうに見えるんですけど、あの剣を好きにでした、はい、あれは一応キャストはできるんで、うん、打ち消されはするんですけどキャストはできてしまうんで白丸を潰してその回数を減らしとこうと。うん、
そうですね、打ち消されはするんですけど、うん、唱えて果敢を誘発させることはできるんで、はい、ゆっくり選手も今外科的テキストを使って総員の動詞のトークンが欲しいと。そうですね、クロックを上げていきました。さあ緑の頂点、さあただマナがしっかりあるとここからあのクリーチャーが現れますね。はい、X34マナ、あーもう絶望的ですね。トップはシアン、まあ、フェッチがあるんでシャッフルすることはできますけど、さあ44騎士、土地の分だけ、墓地の土地の分だけプライチ修正もうこれはかなり絶望的ですね。白マナ2個もないんで、仮に怪獣みたいなカードを引いたとしてもかなりラグができてしまいますし、爆薬が一番いいかな、仕組まれた爆薬。そうですね、烈日で、いやでも本当に徐々に超えなければいけないハードルが高くなってきてるので、うそうですね、盤面に脅威が多いですね、林選手の、まあ、メンターがいるんでボブ、闇の腹心は無視してもいいとしても、ちょっとそれ以外にも聖遺の騎士チャリスと超えるべきハードルが、お、しかしゆくいろ選手、お、バックトゥーベーシックをプレイしました。さあ森しかアンタップできないぞ林選手。まあ、ただ聖遺の騎士がいるんでそれほどではないですかね。もう一回沼も絶対確実に持ってこれますし、はい、あの効果で生贄に捧げて、そうですね、今寝てる土地森が3枚あるんで、まあ、それを生贄に捧げれば基本地形沼も持ってこれますし、何回か色マナを確保できるん で、 ちょっとゆくいろ選手もこれで白マナが出なくなるんで、チャリスに対処できたとしても、まあ、それは爆薬確定なんで、はい、うん、ボブシを狙うにはちょっと林選手の盤面が強すぎるかなという気がしますね。メンターが、あ、メンターじゃない、聖遺の騎士がそろそろ殴りに行けそうなぐらい、はい、でパワーも6なんで、うん、まあ、ちょっとね、あのアグロローム3マナ以上が多いデッキではあるんですけど、うん、ちょっと遠いかなという。さあ聖遺の騎士に2体、まあ、土地が多いデッキですしね、25、6枚入ってたと思うんで、さあここで不毛の大地をプレイ。さあさらにチャリス、そうですね、スペルの中ではちょっと重い3とかが多いんですけど、そもそも土地が多いというモックスもありますし、ダメージを食らわないカード自体も多いですね、枚数が。さああとはもう聖遺の騎士がいつから殴り始めるか、もうちょっと力を貯めても安そうに見えますが、1体いってもいい気もしますけど、貯めましたね。まださあここで聖遺の騎士の効果、さあ土地をサーチしていきます。さあ森を池に捧げて、一応サーチしていきます。残り時間は5分を切りました、はい、さあまた土地ですね。うわさらに、ここでリリアナ、あ、リアナじゃない、ニッサですね。カラデシュのニッサ、生命の力ニッサ、そこは打ち消す。うん、いやただトップがやっぱりことごとく1マナ、もうデッキの中の1マナが多いんでしょうがないんですけど、ちょっと1マナばっかりなのが厳しいですよね。林選手もちょっと今の時点でライブラリにも白マナとかはもしかすると限りなく少ない状態かもしれませんけど、もうないかもしれないですね。
ホライズンキャノピーか。多分もう土地から出る白マナはこれが最後かもしれないですね。うん、あとはモックスダイヤモンドが提供してくれる色マナか。さあ3点。はい。さあ15対7。まあただこのリリアナを出すことさえできれば自分のボブを殺したりといったプレーもできますが、ちょっとライブラリの中に色物がどれぐらいあるかってのは大事ですね。さあ秋の騎士、週末は大丈夫です。あれは6マナなんで。うん、秋の騎士は4点原因を取りに行きましたか。いや、基本2回で終わりましたね。これで次から土地が起きるんで、で今ゆくろ選手の頼みの綱はもう闇の腹心なんで、ちょっとアタックもいけなくて、で林選手はもう聖域の騎士の能力もフルに使えるようになって、次ベールのリニアを出してもいいですし、バニアのキャバルピットっていう、黒の特殊地形で、はい、墓地に7枚カードがあるときのみ使える、対象のクリーチャーをマイナス2するっていう特殊土地があるんで、もう闇の腹心はそのうち殺すことができます。スレッショルド。国運の杯みたいなカードって基本的にあの右上に書いてあるマナコストを見るんで、はい、特殊なコストでなんかモードが変わってたりしてもそこは関係ないです。さあボブは宇宙と昔偉人が言ったらしいですけど、土地をめくるボブは宇宙と。さあ宇宙状態ですか。宇宙ですね。もうコスモ、コスモを感じてるボブということで、さあ必殺のチョークもありますね。これはついに殴りましたね。かなりでかい、10ぐらいありそうですね。さあまあもう次2回は通せないですね。 9か10ぐらいあるんで、多分9かな、9点だと思います。6対6かな、ライフが。さっき1回ホライズンキャノピー使ったんで、多分ライフが6対5。そんなに墓地いっぱいある。こっからだとちょっと土地があんまり確認できないですが、行きましたね。さあチョーク、あー取ってしまった。しっかりと締めに行きましたね。さあ対応して、さあ動詞を破壊しに行きました。ここでも、しかし最後の仕掛け、これで一応今ブロッカーが3体しかいない。あ、ライフ6、メイズオブイスをサイドアウトしてると、実はさあブロック後に、さあ聖域の騎士の効果で土地を持ってきます。このままだと4点ですかね。はい。さあしかし行浦選手、多分手札がそうですね、ソープロなんで、いったか。このままだとちょうど6点。お、手札には何もない。おお、すごい、削り切った。絶対絶命かと思いきや、まさかの勝ったと思うな